はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけれども、はい、こちらでございます。ベノーバでございますね。やってまいりました、ベノーバの動画第2弾。はい、今回はね、このまたベノーバをお届けするんですけれども、前のね第1弾、まあいい感じでね再生数も伸びてね、気分がいい感じでございます。はい、でコメントでリクエストをいただきました。はい、このねベノーバを使ってセルマーのマウスピースとバンドレンの足のリードでどんな音がするのかもねぜひちょっとやってみてほしいというリクエストをいただいたんですけれども、ただねこれね1個だけやってねこんな音ですよって言ってねやるの面白くないんで、今あるね、家にあるパーツをね使うとね全部でね8種類のね音の吹き比べができるんですよ。はい、というわけで今回の動画はベノーバを使ってセッティングを変えて吹き比べをする。タイトル長いねまあねそういう動画でございます。はい、で今回ね、用意したのは、まあ、標準的なね、このヤマハのマウスピースと、あと標準でついてくるリードでございますね。で、あとね、他のね、マウスピースはこちら。はい。これね、セルマーの C80 でございますね。はい。いつも使ってるやつでございます。はい。で、あとはね、リードなんですけれども、全部で3種類あります。はい。まず、バンドレンの青箱と、リコの赤箱ですね。はい。でね、あともう一つあるのがね、はい。これ、はい。レジェールでございます。レジェールの3半でございますね。スタジオカットでございますね。はい、これをね、使ってね、吹き比べをやっていこうというわけでございます。全部でね8パターンできるんで、とっととね、吹き比べの方をね始めていきたいなっていうふうに思います。まずはね、標準のセッティング、標準のヤマハのマウスピースと標準のなんかよくわからないリードでございます。じゃあねちょっと音聞いてみましょうかね。はい、はい、まずこれがね、基準の音となります。はい、標準的なセッティングですね。で、次に試すのが、レジェール。これをね、実際につけてね、ちょっとやってみたいなというふうに思います。はい、というわけでね、レジェール、ヤマハのね、マウスピースやってみました。もうね、音が全然違う。うん。このね、違いがね、動画を通して分かればいいんですけども、かなりね、落ち着いた感じの音になりましたね。でもね、完全にね、おとなしくなっちゃったかっていうと、そうではなくて、多少レゾナンスも残ってるんで、なかなかね、いい感じのね、音になったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では続いてね、リコのね、リードを使ってね、ちょっとやってみようかなっていうふうに思います。硬さは3半ですね。はい。はあ、やっぱね、レジェールとも違くてね、やっぱね、ジャズ用のね、リードっていうこともあって、かなりね、レゾナンスもあってね、音が違うかなっていう感じがしますね。ただ、これやっぱヤマハのマウスピース、開きがすっごい小さいから、結構気をつけて吹かないと、もうすぐに音が裏返っちゃう。ねえ。はい。ではね、続いてバンドレンのね、リードでね、やってみようかなっていうふうに思います。ではね、続いてね、マウスピースを変えてセルマーの C80 プラス、ヤマハの標準のリード、これをね、ちょっと試してみようかなというふうに思います。一応ね、リガチャはね、音にね、すごく影響するので、このね、同じリガチャをね、ちょっとね、使ってやってみようかなと思います。はい、完全にね、もう本当にマウスピースが変わっただけですね。はい、セルマーのね、マウスピースにね、一応ね、このヤマハの標準のリードをつけてみたんですけども、やっぱね、音違うね。全然変わるね。うん、なんか最初のね、標準のマウスピースと標準のリードに比べて、なんかね、ちょっと落ち着きがあるような感じがする。これ多分 C80 の特徴が出てんだな。やっぱそうだね。面白いね。やっぱなかなか違いますね。はい、というわけでね、続いてね、今までのね標準のセッティングにほぼ近い、セルマーのマウスピースプラスレジェール、こちらをねちょっと試してみようかなっていうふうに思います。はい、
ぱマウスピースの違いって大きく出ますね。なんかヤマハのマウスピースとレジェールだとなんかすっごい落ち着いた感じがしたんですけど、やっぱねちょっとねレゾナンスが出てきてね、やっぱねキャラクターの違いというのがやっぱ出ますね。はい、では続いてね、セルマーのマウスピースプラス、リコのねリードでね、ちょっとやってみましょうかね。はい、こんな感じでございます。はい、やっぱ違うね、やっぱ違うな、だいぶね、だいぶ違うね。そっか、やっぱね、だいぶね、やっぱ暴れるね。でね、多分ね、このね、ベノーバ自体はね、結構ね、普通のね、ソプラノとね、音が近いような気がする。なんかね、ちょっと聞き慣れた感じのね、音がするんで。はい、というわけで、お待たせしました。いよいよ、はい、バンドレンでございますね。はい、セルマーのマウスピースプラスバンドレンでございます。はい、果たしてどんな音がするのか、はい、ちょっとやってみましょうかね。リガちゃんは標準のままですよ、何も変えてないです。はい、というわけでね、バンドレンのね青箱とセルマーのマウスピース試してみました。こんな音でございます。非常にね、クラシックな感じのね、そんな音がするんじゃないかなというふうにね個人的には思いますね。クラシック。こんな感じですね。というわけでね、今回の動画なんですけども、このベノーバを使ってね、マウスピースとリードを変えて、いろいろな音を試してみたというね、そういった動画でございました。個人的な感想としてはね、やっぱ違う、でね、やっぱバンドレンを試した時、レジエールを試した時、リコを試した時、まあね、あんまり使いたくないけど標準のね、ものを使った時、もうね全然違う。ただね、音色はやっぱリードで変わる。で、吹奏感はね多分ねリガチャなんですよ。あとマウスピースね。だからね、これね、まあ、最初にね標準的なセッティングでやってもいいと思うんですけれども、まずね最初にねリード変えるのありかもしれない。でやっぱりね、バンドレンとかレジエールのね、例えばクラシックエディションなんか使ったりした場合はよりね落ち着いたねクラシック系の音が出るし、で逆にねリコとかねジャズ系のものを使えばもっとレゾナンスの効いたね、明るいジャズっぽい音がね、出せるし、まあねそういった意味ではね、この、まあ、標準的なまずヤマハのマウスピースをそのままにして、でまずリードを変えてみる。だってそれだけで吹奏感全然変わるし、で多分ねヤマハのねその標準のリードが結構柔らかすぎると思う。だからねまずなんかうまくいかないなとかっていう風にねなんか思ってる方、ぜひね、セッティングをね変えてみてもまずいいかもしれないですね。
で、それと同時にね、音も変わるんで、なかなかね、いろいろ試して、面白いね、ことができると思います。はい、というわけでね、今回の動画なんですけども、いろいろなセッティングを吹いてみたという動画でございました。面白かったと思ったらぜひ高評価、またチャンネル登録もですね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。